北万所国印城主印地及び国印地とは江戸時代に幕府大名より神社寺院の領地として安堵された土地のことである。主印領国印領とも言う。主印地は幕府より朱色の印が押された主印城により国印地は大名より黒の印が押された国印城により所領の安堵がなされたことに由来する。もともと自社は寺領。 新領などと呼ばれる広大な所領を有していたが、戦国時代に諸大名により、所領が次第に侵食され、豊臣秀吉の太閤県地でほとんどが所領を失った。江戸時代に入り、各寺社にかつて領有していた土地の一部が返還され、幕府、大名より、衆院上、国院上によってその所領が安堵された。主院地、国院地は寺社の私有地ではなく、 公領という扱いであるが、領内の租税は免除されており、収益はすべて自社のものとなった。しかし、その土地は最も広い高野山や日光島将軍でも一万国程度、最も狭いものではわずか一国で、主因地、国因地からの収益だけで自社の経営が成り立った。例は、ほとんどなく、多くは自ら開墾した土地、あるいは大名などから寄進された米や金銭で、 経営を維持していた。明治4年の上知令によって、主院地、国院地の多くは国有地とされたが、一部の土地は自社に残された。領地に関する主院状を特に領地主院状と呼ぶことがある。ありがとうございます。